ました。モンスタージョン TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージュになれる、そんなあれだわ。インガズの外でやっていきましょう。今回はでございますけども、フーズ風の能力についてお話をしていきたいなと思います。これ能力じゃないのっていうところでね、まあこれはまあ能力者じゃないですかね。百獣海賊団みんな能力者のオンパレードじゃないですか。あとはそれが何の能力なのかっていうところだと思います。で、正直ね、まだまだこれなんじゃないっていうような要素っていうのはあまりなかったです。あまりなかったんだけども、今回だいぶいろんな情報が出てきまして、そこからちょっといくつか線が見えてきたんでね、それをお話ししていきたいなと思います。これでございます。グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタン、お忘れなくでございます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、彼の能力は一体何なのか。まず彼の海賊団っていうのは今回公開されましたね。最新ジャンプ皆さんゲットしましたかね。しっかりとゲットしてからここからのね展開ちょっと一緒に見ていただけたらなと思いますけども、まあ彼が今回出てきて、でうどんから脱獄したのかって言って関心をしているんですね、ルフィ君たちに対して。でそれ追うの追わないのっていう風に同じ海賊団のメンバーに言われて、まあ別にいいっすみたいな、俺他行くっすって言って逃した。なんででしょうね。そいつら捕まえれば株上げになるのにやらないというね、ってことはなんかいろいろと思うことあるのかなっていう、まあそれはまた別の動画で出したんですけども、意外とフーズ風、もしかしたらもともとうどんにぶち込まれていたのではないのかっていうね、その詳細いろいろ話してるんで、ぜひともその動画を。そして今回メンバーがいろいろとねこういう風に出てるわけでございますけども、あららら、猫娘たちがいるわけでございますね。すごくかっこいいですね。猫娘ですよ。しかも後ろには猫太郎たちがいるわけでございますね。なんか猫率高くねみたいなさ。まあ、手前のやつはなんかヤギみたいになってるけど、俺多分あれやろ、スマイルの能力者しかりね、なんかつけてるだけみたいな。百獣海賊団って意外と角つけてるだけなんじゃねえのっていう説があるからね。それはそれなんだけども、まあ、いずれにしても猫が多いんですよ。で、後ろにいるでかい猫のこの肩に NK って書いてあるんだよね。なんでしょうね、NK って。猫だよね。NK ってあるから、それはお前、猫だろって、ここまで猫祭りしてて、これで猫じゃなかったらどうするって感じじゃないですか。ね。なんか俺こういう風に持ってるとさ、なんでしょう、ガッシュみたいな感じだよね。こういう風にやってるとなんか若干ガッシュ感あるな、みたいなね、感じしますけども、そうなんです。だから、猫マムシ、猫だらけなんですよ、猫だらけ。こんなに猫率高いことあるかっていうね、猫マムシの旦那来たら仲良くなるんじゃねえのみたいな。っていうか、それもすげえ語呂だけで言ったけど、猫いっぱいいるし、ミンク族みたいなやつもいるじゃん。ってことは、猫マムシの旦那が来たら、もしかしたら何か繋がるのかもしれない。そうすると余計にっていうね。だから、フーズフーは、そもそもキングたちにいい反応してないわけじゃないですか。呼び出しにもね、応じないしということで、まあ、味方陣営に来る可能性はすごい高いです。で、まあ、もろもろと、クイーンとのやりとりについても、まあ、さっきのね、言った動画で話したように見ていただけたらなと思いますけども、こっち側へ来るでしょう。で、結局能力何なのっていうお話なんですよ。やっぱ、猫関連なのかなっていうね。まあ、そもそも猫イコール、まあ、能力に直結していいのかどうなのかっていうのは難しいところはあるんですよ。例えば黒猫海賊団、黒猫海賊団っていうのはキャプテンクロっていうのが、まあ、ボスなわけで、で彼能力者としてなんか猫のものを食ってんのかって言ったらそうじゃないんですよね。一応どこに猫要素あんのって言ったら選手だよね。選手が思いっきり猫になっているだったりとか、メンバーみんななんかね猫の格好をしてたりとか、ブチとかシャモがやたら猫っぽいけどね、黒さんどうなのっていうね、ジャンゴとか猫要素ないやんけみたいな感じでございますけども、黒に関しては猫の手があるわけでございますね。あれを使っておにゃーついてをやっていくっていうね、そういったところでございます。黒猫海賊団、彼の格好も黒、そしてこの猫の手があるということで、そこら辺から見えてくる黒猫海賊団のまあモチーフだよね。じゃあ今回の彼らも同様に別に能力関係ないんじゃないのっていう風に考えることもできるんだけども、まあそれこそね、古代種っていうのがまあ結構来てるわけじゃないですか。古代種が来てるんで飛び六方もね、同様に来るのではないのかっていうね。で、彼はどうなのか。今、二人がもう古代種と来てるんで、じゃあ、同様に三人目として、やっぱ古代種として恐竜系が来るんじゃないのっていうね。でも、単純に俺は恐竜が来ると思わなくて、古代種って別に恐竜に限ったことではないですよね。例えば、マンモス。ね、マンモスも古代種っていう風に来るわけで、じゃあさらに他の古代種って来たらどうなのって言ったら、例えばサーベルタイガー、サーベルタイガーとかどうですか。ゾーン系古代種、猫猫の実モデルサーベルタイガーみたいなね、そんなものが来たのであればだいぶ面白いですよね。まあ髪の毛が若干俺は気になるんだけども、フズフのね。だけどもサーベルタイガーとして来るのであれば、それはだいぶ見えるのかなっていうね。最初はなんかブラックパンサーとかでこう考えたんだけども、それって現代のものだからさ若干ちげえなみたいな。だけどもそうじゃなくて、サーベルタイガーであれば
もやばいよね。そっち方面だったら俺はなんかね見えるんだよね。イコール攻撃力高いし速いしみたいなさ。で猫祭りが起きてるのもわかるじゃないですか。そういったところが一つで、やっぱ猫っていうものが俺の勝手なイメージなんだけども、裏切りっていうのが若干つきものだなっていうね。そもそも猫っていうのはめちゃくちゃ可愛い生き物でね、まあ自由な生き物でございます。なんか来たい時に来て、でも今はいいやーって言ってどっか行ってみたいな、そんなような感じのイメージを僕は持つんですけども、このワンピースの中でのまあ猫っていうものからの裏切りっていうのがまあ結構直結してるところはあるんですよ。例えば先ほど言った黒猫海賊団ね、この黒猫海賊団のキャプテンクロ、彼はあんだけお世話になったカヤさんのところでまあ大フィーバーしましたよね。パーティーを始めてね、もうみんなを切りまくったということで、とんでもねえクソ猫だというね、そんな流れがあったわけでございます。裏切りね、そこで裏切りっていうのが出てくると。そしてじゃあこの黒猫海賊団の中ではどうなのかっていう風に言ったら、まあキャプテンクロは実質自分の仲間も裏切ってるんですよ。裏切ってああいう風にクラさんになってるわけでございますよ。でさらには最終的な計画としては、まあ遺産全部もらって、で仲間を全部ぶち殺して自分は海賊とは一切関係ありませんみたいなね、自由な人生を送るっていう、裏切りに裏切りじゃないですか。そういったところではまあ裏切りっていうのがだいぶまた見えてくるわけでございます。ではジャンゴはどうなのか。ジャンゴはなんか猫要素ないけど一応入ってるよねみたいな。で裏切りとかしてんのって言ったら、実質海賊にとっての裏切りっていうのはしているわけでございます。それというのは現在彼は海兵でございますよね。まあ海賊からしてみれば超絶裏切り者だよね。まあ別にね、あの自分の海賊団じゃなければ関係ないんだけどさ。だけどもまあ元々のねその海賊団からしてみれば、嘘やろみたいな、ジャンゴさんまさかの海兵になったんすかみたいな、そらないっすよ、マジ因果だらしっすよって多分みんな言ってると思うんですよね。まあそういったところでこの裏切りっていうのがまた見えてくるわけでございます。じゃあ同様にこのフーズフーも裏切りを行うのではないのか。さっき軽く言ったお話でございますよね。それ十分にあると思うんですよ。で動機もある。その動機とは一体何なのか。まあそもそも佐々木にしてもそうなんだけども、もともと海賊団の船長であると、これはキッドさんとかもそうだよね。そういったような強者たちが、どっかで生きてたらフルボッコにされて、お前使えんなみたいな、うち入れ、いや無理す黙れかす、ボンって言ってボコられて、でもう味方にされるっていうね、そういった流れがあるわけでございます。で問題なくそれで一発ボコられて仲間になればいいけども、犯行をずっと続けるのであれば、キッドさんみたいにボコられボコられボコられ、さらに監獄へおにゃーんついっていう風にされるわけでございます。じゃあフーズフーも同じような流れがあったんじゃないのっていうのは考えられるわけでございますよね。要するにフーズフーも最後の最後まで荒ぶりまくって、で監獄にぶち込まれて、監獄にぶち込まれるとそこにいるのはなんとファーンクイーンでございます。クイーンがそこにいる。クイーンがいるということはめちゃくちゃ拷問をかましてくるよね。クイーンの指導のもと他の部下たちにもしっちゃかめっちゃかやられるわけでございます。うざいよねめちゃくちゃうざいよね。どこまで反抗するのか。まあ物を悟ってね、ここはちょっとうまいことやろうやんということで我慢をして、あたかも忠実な部下である、忠実とは言えねえな、呼び出しにも行かないわけでございますからね。でも一応はそういう風にまあ心折れた風にしておいて味方陣営についていく、要するに百獣海賊団の味方としてまあ行動をするっていうね、そういう風に見えるわけなんだけども、ただクイーンに対しては恨みはあるよね。でクイーンに関してはどうなのか。クイーンに関してはどういう流れがあるのかわからないけども、少なくともこのフーズフーのことを嫌ってるってのは見えてくるわけだよね。で嫌う理由ってのが最近のもので言うと、まあいつからこういう風に調子ってるのかって言ったら、まあ割かしずっとだと思うんだけども、まあ要するにタメ語もそうだし、それこそホーキンスですら敬語を使ってるじゃないですか。だからそのタメ語っていうところでも鬱陶しいだろうし、で呼んでも来ない、でキングが呼んでも来ないね、もう先輩が呼んでんだから来いやっていうような感じだと思うんですよね。そういったところからしても生意気な若造っていう風に見ているからこそ、そろそろこいつ締めるかっていうような感じだと思うんですよ。でそれをああいう風にもう当てつけかのようにね、みんなが見てるところで言うわけだから、へー潰したやついるんだ、まあ俺もいるけどな、お前だよっていう風になるんだよねだからこそのこの裏切りっていうものがここで成立してくるわけでございます。猫イコール裏切りっていうのをこのワンピースの世界で考えていくのであれば、まさに動機もあるということで、そういう風に裏切りをかましていくのではないのか、で味方陣営として一緒に活躍してくれるのではないのかっていう
ね。まあ百獣観測団のやってきたことがここでツケを払うことになるんですよ。だってそういう風に入りたくもないやつを入れまくってるんですよ。基本的にはどうしようもないからこそずーっとついていくけども、ただこれ弱点できるような状況が来たらね、仲間がいっぱい来て、仲間では敵がいっぱい来て、で百獣観測団やられるんじゃねってなったら、俺もここで働けるぞって言って一緒に戦ってくれるっていうね、それが普通なんですよ。本当に普通。あとはもうプレジャーズみたいな自分の反応がうまくできないやつはもうやるしかないんだけども、ただある程度のやつらはこっち側に来てくれるのかなというふうに思います。まああとはね、ブラックマリアはわかんないけども、なんでしょう、こうガイドをめちゃくちゃ空いているっていうようなやつらはつくと思うけども、ただそうではない、特にこの船長組、ドアから回収されてきたやつらはまあ何か機会があれば間違いなく裏切っていくでしょう。だからアプーも同様に俺はこっち側につくと思いますよ。今はすごくねムカつくけども、言うてこっち側につくと思います。そうなれば戦力はどんどん増える一方ですよ。無限に増えるよこれまあ言うてね、増えたところでモブは倒せても、一番の問題のカイドウさんがいるんでね、そこら辺が難しいのかなと。大量に人がいたところでダメージを与えることができなければ終わりだし、そもそも浮いてで竜になってボロブレスからのドーン言うてみんなをね焼き払うっていう風にやればもう全滅ですよ。ボロブレス一発でほぼ全滅。まあキニエモンがいればなんとかなるけども、やつ雷降らせることもできるし、そういったような自然災害をね、起こしていくということで、カイドウ一人でほぼ全員やれるっていうのが今の現状です本気出せばね、本気出せばそれぐらいはいけるんじゃないかなと思いますんで、厳しいのかなっていう風にも思えたりとか、まああとはやはりルフィ君たちがどういう風に倒していくのかが重要かなと思います。あともう一つだけ最後に、一応フーズフーの能力っていうのは僕は思うには、そういった古代種のサーベルタイガーなのかなっていうね、猫関連なのかなっていうふうに思うんですけども、もしもこれで大穴で違うのが来るのだとすれば、例えばナギナギとかね、ナギナギの実が来たらすごく面白いよね。ナギナギが来ることによってアプーの能力を止められるっていうね。まあ言うてアプーに関してはキッドに倒してほしいなって思うところもあるんで、そのまま譲るのかって言ったら何とも言えないよね。だからそこはちょっと微妙なところではあるけども、ただナギナギが来るのであれば、まあそれはだいぶ面白いなと。でさらにはナギナギが来ることによってローさんとのこの関係性っていうのが改めてできてくるということでね、今後の活躍、一緒にこう何かをするかもしれないっていうようなところも見えてくる。海賊同盟なんてもうやらねえよって言ってるね。まあ海賊同盟今の3人が一番っぽいんだけども、さらにいろいろ広がりを持たせていくのであれば、ルフィ君がまあもしも別に外れて、またキッドさんでホーキンスがいて、まあ誰々がいてみたいな感じになった時に、まあそのフーズフーアプーの代わりにフーズフーっていうのは位置的には見える。まああくまでこれは一つの話、そういった同盟がまたね別のスタイルで組まれるとは思わないけども、ただフーズフーは少なくとも味方陣営に来るのではないのが来た時に、もしもナギナギを持っているなんてなったら面白いなと。でも結局は最初に言ったように古代史の流れで来てるから、そこだけパラミシアでナギナギって来るのは違和感しかないよね。だから僕はそこは違うのかなとも思いながら、だけども誰かしらナギナギがいたら面白いなとも思ったり、でも誰かしらでそんなわけのわからないやつ持ってたらあかんやん、大事な能力ね。だからこそのある程度重要なキャラ、じゃあ誰なのかって言ったら、そういったようなフーズフーとかっていうのはぽいななんて思います。ということでいかがでしたでしょうか。今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。ファイナルアンサーとして僕はサーベルタイガー、これを押していきたいなと思います。ちなみに僕の大好きな X ジャパンのヒデさんが元々やっていたバンドはサーベルタイガーでございます。以上ですということで最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなくでございます。 OK ですか。あと僕のツイッターフォローしてくれたら、ジョンさんフォローしてやって一言入れたらフォローしますからね。ツイッターの方でもがつる絡みましょう。それでは最後になります。じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシッコグルパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。